令和2年3月28日、阿蘇市内の牧の阿蘇プラザホテルで、安倍牧場が新型コロナウイルスの影響で不足している消毒用アルコールを阿蘇市民に無料で配布しました。この消毒用アルコールは、安倍牧場が牛乳や乳製品を製造する際に種子や機械を消毒するもので、40リットル用意され、1人 250cc ずつ配布しました。市民の方たちはそれぞれ容器を持参し、消毒用アルコールを入れてもらっていました。安倍牧場はこれまで地元の学童保育や学校などにも消毒用アルコールを寄付しており、今後も何らかの形で支援活動をしていきたいとのことです。でたまたまあのうちの工場に、業務用のアルコールが、まだ在庫であったんでですね、それをとにかく、市民の皆さんにこう少しでも届けて、阿蘇市の、みんなでこうコロナウイルスに負けないようにということで、そういったことを考えました。手指用消毒のアルコールはですね、シュッシュッとしても実はあんまり殺菌効果がないって言われてます。これ医療関係者とかが結構いろんなところで発信をしているので、厚生労働省のホームページとかでも多分見れば書いてあると思います。大体ですね、1回手にこの手のひらに溜まるぐらい、1回、消毒用のポンプをずっと押すと大体3ミリぐらい出るそうなんですけども、溜めてもらって手の先を洗う、反対にして手の先を洗う、そして全体をこう揉み洗いして、大体、アルコールが、揮発するのに1分ぐらいかけてやると、殺菌の効果があるというふうに言われてますので、アルコール確かに今非常に手に入りづらいんですけども、辛抱せずにしっかり使うと効果があるそうですので、まあ、またこういった取り組みですね、まあ、第2回第3回ってひょっとしたら、まあ、やるかもしれませんし、まあ、いろんなことで協力をしていきたいと思ってますので、しっかり消毒をしてほしいなと思います。